都市方の親と申します。いつもいつも、温かいコメントありがとうございます。今日は、八千代市の、新川沿いの、田園のある場所を、散策に、やってまいりました。皆さん、海の日を挟んだ3連休はいかがだったでしょうかね。多分英知をね、養ってまた今日から、1週間お仕事とかね、いろんなことに頑張ってるんじゃないかと思います。私も、おかげさまで、養業して初めての、同人施設での慰問、ミニライブですけどもね、おかげさまで、無事終えました。皆さんにも喜んでいただいて、本当にね、私もいい刺激になりました。ちょうどね、ほどほどの緊張感というのはね、やっぱり歌とか三線もそうですけど、免疫力をね、アップしたり、脳の活性化にいいのではないかと、感じました。ですね、昨日ちょっとまたね、体調を崩して発熱が出たりして、本当はね、思い出の前にジブリ映画ですけどね、見に行こうかと思ったんですけどね、ちょっと行けませんでした。今日はね、元気になりましたのでね、行ってみたいかと思います。この田園自体を見るとですね、ジブリの風の谷のナウシカをね、連想しますね。音楽がすごくいいですよね。あの映画も大好きです。ナウシカがね、こういう金色のね、稲穂が、実ったところを歩いてる場面がね、今でもね、脳裏に焼き付いております。私は若い頃はね、子供たちとこういう田んぼに来ましてね、おたまじゃくしを取って、それをカエルまでなるまでね、お家で夏休み観察して、そしてまたカエルになったらまた川にね、こういう田んぼにね、戻しに来たことがあります。先にね、新川があるんですけどね、ちょっとね、新川の方のね、川まで行ければいいかなと思ったんですけどね、今水の音が聞こえるでしょうかね。田んぼにね、水をね、入れております。きっとここね、夜カエルがね、きっとね、鳴いてね、うるさいんじゃないかと思うんですけどね。ずっとずっとあれです、野鳥のね、コシヒカリ美味しいですよ。またね、もち米みたいなね、変わった名前のね、お米もあるんですけどね、一番なんかコシヒカリがね、美味しい感じがしますね。はい、前方にちらっと見えるんですけどね、あちらの方が、新川です。ちょっとね、時間がもうね、5分近くになりそうなのでね、ちょっとね、駆け足でね、新川だけ撮ってね、今日また元気にね、頑張っていきたいかと思うんですよね。ぶれて申し訳ございません。さっきですね、渡り鳥が通っていったんですけどね、映像にはね、映らなかったですね。はい、進化をちょっとね、アップしたいと思います。今日はね、風もなくて温度も高くなるそうなんですよね。それでは皆さん、今日も一日元気に、
頑張ってまいりたいと思います。それではまた野菜、失礼いたします。